どうも、2代目マシコマシコです。今回の動画は赤星氏が入院する前に食べたストック動画です。決して点滴を引きちぎり、病室の窓から逃走したわけでも、早くも二郎金生活をかなぐり捨てたわけでもないのでご安心ください。以上です。それではオープニングからどうぞ。赤星でーす。ご覧ください、東十字を来てますけど、ねえ、分かんねえ。今日は大ゲストの方々が来ているんですね。この方たちです。どうぞ。どうもー。どうもーよっ。カルビスタミナおばさん、東京アムアムワールド、アムアム、お願いします。よろしくお願いします。東京アムアムワールドさんです。さあ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 、あの東京アムアムワールドさんとは、はい、あのコロナですごい自粛をしていた時期にですね、はい、じゃあおばさんからあのおばじろうを送っていただいて、本当に命をつないでいたボランティアでやらせていただいて、どうしても一緒に皆さんと行きたくて。いいんですか、僕と一緒に行っちゃっても。いいよ、逆に逆に、いいですか。いいんですか。いいえ、こちらこそ、こちらこそ。いやこれ冷えなくなる。サークだな、お前は。そういう使い方てなところで、皆さんお腹空かせると思いますので。いや、本当めっちゃ入ってます、めちゃめちゃ。早速、行っちゃいましょうか。はい、というわけでここからアフレコになります。アムアムさんじゃないですか。アムアムさんです。前ね、麺を送ってもらったりとかしてね。麺を送ってもらってありがとうございます、うん、ね、で今回は貸し切りでですね、はい、東十条駅から徒歩5分のところにある、本田さんですね。本田さん、本田さんです。はい、水曜日だけ前は二郎系やってたんですね、うん、でその二郎系ではないお店、今は秋葉原に移転してて、うん、限定メニューだった二郎系でお店を出したという。こっちがもう専門になったと。そうですね、そうなんですよ、元の店舗がもうね、うん、そうで、メニューはこんな感じ、うん、ラーメン、つけ麺、辛いラーメン、辛い混ぜそば、つけ麺とありますが、うん、辛いね、辛くない混ぜそばもいけるのかどうかはちょっと調査中です。普通の混ぜそばあるけど、現在調査中。いや、貸し切りで行ったから行けばいいのに。ちょっとあのタイミングが合わなかったんで。今現在調査中ですね。あるのかどうか。で、今回はね、私つけ麺が熱盛りにできるということで、熱盛り、熱盛りで頼んでおります。どんなのか。おお、早く見せてくれよ。こちら、でーす。野菜、ニンニク、油は増してて辛め。多数、トッピングがちょい豚増しというのよ、ね、ちょい豚なのこれ。これちょいです、これちょいですね。いや、もうなんかつけ麺に見えないんだけど。いや、確かにね、うん、手前にあれがあるけど、あの増し増しできないんですが、このちょい豚だけでもう十分極厚なんだよ。いやもうすごいわ。で、甘々さんまたね、それぞれまた全然違うメニュー頼んでます。ぜひチャンネル覗いてみてください。なるほど、お願いいたします。はい、みんなでいただきます。アムアムね、いただきます。さあ、だからいって、これ見てください。おお、いいね。もう店主さんがね、もうあの実家直々に、もう店員さんに熱く切れよっていう風に、そんな高圧的にやってないだろ。もう中まで超染み込んでて美味しいんでね、絶対買ってくださいこれは。さあ続いて油野菜ですね。まあ油野菜は、ね、平均的です、ね、うん、ほのかな味付き、ほのかなシャキということで、あの他のものを邪魔しないバランスの良さです。はいはい、はい、で、やっぱ食いっぷりが早っ。もうなくなってますからね、もうなくなってますから、豚が。豚を先に片付けたら、そうなんですよ、豚片付けないと終わるもんか。確かにプロの作品言ってますね。やっぱしんどくなるからね。しんどくなるから。そうね、で、まあ、漬け汁見ていただいたら分かるんですけども、バカ会話をね、しつつね、やっぱ楽しく。そうなんですよ、まあ、濁ってる、ものすごい濁ってるぐらいゴリッゴリ乳化系なんでね、これ好きな人はめっちゃ好きでしょ、この乳化はね、うん、美味しかったです。そしてザキさんのね、指摘でね、ちょっと気づいたんだけど、なんかチー油が垂らしてあるんじゃないかと。あ、そう、僕も言ってたんですけど、なんかチー油のね、なんか香りがほんのりした感じがしてね、下ね、まろやかさ、うん、本店の本田の方ではちょっと使ってるという情報もありますね。はいはいはい、上下も多分使ってるんじゃないでしょうか。さあ、そしてここで来ましたよ、麺。ラーメンについては麺、小、大、それぞれグラム、混ぜも大も表記あったんですが、つけ麺のグラム書いてなかったんで、これ
調査中ですこれ。いや、大体すいません教えてくれ。ちょっとそれもね書いてなかった同じじゃないの違うのどっちに合わせてんのかが、ね、そう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 。でも多かったですよで、大将圏がね元々の流れでこう組んであるんですよ。一番元々は東池袋大将圏ということで、はいはい、そう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 。ニンニクシャワー、あ、隣でお金ここに始まっております。ご視聴より豪快にやってますね。ご機嫌だな。大きにやりますけど山賊だよ山賊だな山賊ちゃんと前掛けしてるけど行儀のいい山賊のおかげで私もですねニンニクを、マシにしております。絶大な量入ってますね。まあ、あの極太麺とねあのバチバチに火花を照らし合わせるんだもんね。強烈ニンニクです本当に。火花ニンニク本当にスティールボールランプね。ねまあ、細かいことは気にせずにニンニクが増していっちゃった。はい、分かっちゃう分かっちゃう。いや、気にせざるを得ない。さあ、しょっぱレベルは 3.9。 おまあ、そこまでね、めちゃくちゃ濃いわけじゃないんだけど。ちょっとおしゃくみたいに飲んでますけど。アムアムレベルが 4.0。 全然、そんな個人差あるか、感じ方が。あの、開始自体は、うん、あの様々なブレンド、あの食材ブレンドした奥行きのある、味わいだったかなと、はい。でですね、シャープなキレが特徴的だと豪語してますので、このスープが、あのこの会社あってこそのスープだなっていうのを思いましたので、そして黒胡椒ですよ、ね。まあ、後半になってもこれ厚盛りなんで、あのまだまだ麺が厚いというのがいいね。いいですよ。そこにパンチを加えていくんだけども、うん、それがあの器のね、麺が入ってる方の器にあの茹で汁がやっぱ残ってて、こうだんだんとスープは絶対薄くなるんでね。あ、まあそうか、そこのパンチは絶対重要です。なるほど。へい。さあ、そしてあ、ファイナル豚ギロリと見られながらももう完食してるっていうことが。そうです、早いんですよ、このめちゃくちゃ早いですこの余裕ですからね。マスターマジですよ、もう本当、全員巻き込まれて完食でした。ごちそうさまです、はい。いや楽しく美味しく、うん、量もいっぱいありまして、マシマシレベルは90分。あ、高い。8です。高いね。ありがとうございます、うん。いや美味しかった。いやこんなにねあの大所帯であの撮影させていただくのちょっと初めてなんじゃないかもしれないね、うん。全員が映るという意味でもね、うん、天山さんとの撮影して確かにまだちょっとやりたいと思いますが、はい、まあ2ヶ月間は、あ、そうですね。だから、はい、これよく今できるなって思いましたよ、なんかまるでね、本当についさっき食べたかのように、なんか言ってたけどもこの後の入院、まだ楽しかった頃、うん、あの頃切なくなりました、ね。もう戻れない、まあ、日常戻りますよ。全部がセピア色絶対戻りますけどひとまずね、だからこのちゃんとした僕が食べてる二郎系の動画がしばらくこれでお休みになると。これで最後。はい、はい。まあ、あと1個もう1個言っといていいですか。はい、何ですか。ちょっとですね、10月のね、20何日かに、あの豆柴の大群のナオオブナオさんの、はい、インタビューを受けてですね、はい、好きな YouTube、はい、まあ、すする TV さん、はい、赤星マシマシ TV さん、そんなバカな、それ言ってくれてたんですよ。マジ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 。いや本当に、だから何が言いたいかっていうと、はい、それを言ってくれたタイミングで、うん、こっから動画上がんないと、ね、ちょっとあんた持ってないな。もう申し訳ないというかね。じゃあ、ね、豆柴の大群が好きな方とかもそこから辿ってくれて見たら違うチャンネルになってるもう本当かもしれない。だから本当に一回この動画に辿り着いてほしい、この動画に一回辿り着いてあの事情を知ってほしいということなんですよね。なるほど。なおさんが、ちょっとマシオブマシマシマシオブマシ、今は完全に違うんだけど、赤星はい、はい、ちょっとあのセッション、すごいですね、まあ、いつか食べに来たらいいですねということ。そうですね、だから体もちゃんと直してね、へい、うん、また絶対復活しますので、はい、一旦本田さんでございました。はい、ごちそうさまでございます。Thank you.